ワインディングビーズにレイヤーカットします。まずイヤーカットイヤーと割ってクイックの場合にはイヤーツイヤーが少し後ろです。15分頑張って取って。はい、頑張ります。耳の後ろで呼吸を取って長さといえば第3のところ、ここですね。中央に寄せて、まずカットして、そしたら、今度は少し前上がりラインカットします。思いましたね。でこのまま中央で2つに分けて、バックのこの位置をガイドにして前上がりのラインをですね、前上がりのラインをつなげていきます。そして同じところでカット、編集めんどくさいんでノーカットですか。まだいきます。同じようにここの位置がガイドになって、自然に前上がりラインを作ってカットして左右の中を確認します。はい、天才ですね、一発で。で、戻して満遍の位置でします。そしたら次は まっすぐ下ろしてイヤーツイヤーから前を床と平行に出して角の部分をある程度取ります。でこっち側も同じように反対側をガイドにして、ここでもレイヤーの位置をチェックして、下の方にここをオンベースに持ち上げて角を
たら今度はこっちから45度の方向に出して角を取る。そしたらこれをもらってコンデンスに出して角を取って、このまま上をまず回ります。センターまで引き進みましたら反対側本ベース、床と垂直から本ベースに出して角を取って45度の位置まで引いて角を取って今ホームベース、ホームベース、でセンターで合わせます。そしたら今度は上を、上の角を左右合わせる意味で で、これで上のレイヤーが入ったので、次はここまでレイヤーつながったから、ここからこう下へつなげていきます。さらに下まで、これ全体につなげていきます。ひたすらこれの繰り返し、最後に一番下をつなげます。結構切りましたね。20センチぐらいですか。20センチよりちょっと長いかも。20センチって書いてあった。そんなことない。長さの指定あった？いや、ない。はい。でもやりやすいと思うけど、髪の毛も質や出てるし、パサパサじゃないですか？全然大丈夫。そしたら、縦で切ってるので、はい、今度は横でちょっとチェックします。ここに出して、問題があるところがあればチェック。ここも多分大丈夫。
切れてますよ。ありがとうございます。ただそれでほぼベースカットは OK なので、毛先を若干軽くして終わります。なんか変なところで出てきたら自分でちょっとつまんでもいいかな。軽くします。半分、人間でいうと8ライン。ワインディングなんで、まあ、この辺から、この辺から少し軽くします。50%っていうのよりも多分つけないと思う。逃げちゃって柔らかくつけるから、普通 50% でもっとバーンって入っちゃうの、はい、こうやってやってこう自然にボケてくるってことは多分 50% の中でもすごくその透けないと思う。多分パーセントで言うと、そうなんです。それかハサミの性能が良くてうまくこう逃がしてラインが、うん、ラインが出ないか、一応そういうハサミなんだよね。割とこうパチンとか入らないもんね。パチンって 50% でパチンって入っちゃうとやっぱかなり厳しいと思う。半分受けちゃうことだから、はい、これはでもすごい。これにしてからカット早くなったの。フェリングの時間多分半分だよ。そんなんですか。半分ぐらいになると思う。今全体すいたんで、毛先のこうバチっていう感じさえなくなれば問題ないので、ワイニングは。巻きやすいと思うよ。よし。
バイニングウィッグが完成しました。レイヤースタイルで縦巻きのバイニングウィッグとこレイヤーがですね、こうやってレイヤーが入っていて、今ウルフ系のスタイルを見て割と普通のスタイルですね。これ20ミリで巻くんで、うん、ちょうどいいと思う。ちょうどいいか若干長いか、頑張るしかないです。はい。篠崎のレイヤーになりました。以上です。はい、ありがとうございました。はいよ、ちょっと巻いてみてください。はい、ありがとうございます。3、2、1、9。最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。